インタビューに参りましょう。今週は、えー、選手に引き続いて、はい、京都産賀 FC の高橋祐二選手。はい、改めて、現在23歳の滋賀県出身ディフェンダー。はい、ジュニアユースから京都産賀で育った喫水の産学校。 先週はちみどんな話でしたっけまあ先週は、その、サッカーの話、なんか体大きいですねっていう話から、はい、いやでもまだまだですよとか、その、オフ中の、あの、過ごし方、うん、やっぱメンタルが疲れると体も疲れちゃうから、って言って、やっぱ休みの時はしっかりとリフレッシュして、で練習に、こう、挑むっていう感じですね。プロとしての姿勢。で楽しむっていう、うん。 え、なんか、すごい気さくで喋りやすかったです。で、やっぱ2週目は、和田ちゃん、持ち味の、はい、持ち味の。何聞いたかというとはい、持ち味の、何何聞いたかというと、あの、田舎育ちだよっていうこと聞いてきました。<laughs> それではどうぞ。今週も、京都さんが FG 背番号さんま、高橋裕二選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう本当に、むちゃくちゃイケメンですよね。ありがとうございます。<laughs> でしたら逆にムカつくでって言われたんで最近ありがとうございますって言いますいや気持ちがいいです、はい、ありがとうございますで何より好きなのがやっぱりその感じから関西弁が出てくるっていうのが最高えだって滋賀県の大津です大津、はい、しかも山の上なんで僕が育ったのはそうなんですか、はい、あの湖の周りじゃなくてじゃなくて比叡山のあそうなんですか木登りとか遊びだからこんな身長伸びたのいや関係ないです き日 <laughs>、ね、基地づくりとか山でしてたんですかたまにほんまに猿が出たり鹿が出たりするんでえー、でもめっちゃこう野生的に育ったってことですかほんま野生的っすねあんまゲームとかしてないですへえー、ウイニング・イレブンとかやったら負けるから、はい、やらないです <laughs> いい育ち方ですねいい育ち方なんですかねればしゃべるほど 素敵さ増します、ね。あますかはい。いつか裏切りますね。<laughs> いや、いや、でも、その裏切りも。結局はかっこいいと思います。いや、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 でも、めっちゃ、俺、なんか、見た目クールみたいな、めっちゃ言われるんですよ。いや、思ってた。結構、バリア張ってる感じ。はい。もう全然、オープンでする。いや、でも、めちゃめちゃ、だって、めっちゃ綺麗じゃないですか。顔の輪郭も、理想的な輪郭やし、まつげも。 まつげ長いです。はい、まつげ長い。はい、そう。だから、共通点が、ほんまに、ないかもしれん。どうしようと思ってきたけど。二足歩行ぐらいですか <laughs> え、私ともっとあるもっとあるんですよありますね、はい。申し訳ないです。だって人間だもの。<laughs> そう。そうやったこれ言われてた <laughs> 絞り出した共通点が二足歩行 <laughs> よかった一、ま、個でもあってもうなんだったらこの時期って笹山でちょっと足疲れてて手つきながらちょっと歩いてるから山素高校やったかもしれませんからね、俺ら <laughs> ちゃん。山素高校山素高校いや、でもね、そう。田舎育ちなんですかめっちゃね、なんかのりはすごい関西で、はい、で、その、えー、大津でも、 私がね、ホーツの駅、あの、前行ったら、あの、カフェないですって言われましたっていう話をしたら、僕はもう駅じゃなくて、もっと田舎の方で育ったみたいなこと言ってでももう一個共通点があって、あの、ツツジっていうお花があるんですけど、あの、ちょっとちょこんと咲いてる。そう、ピンク色だったり。で、その、あの、蜜を吸ったことがあるって言ったから、私もあるって言って。僕もあります。でしょはいそう、共通点二個目。なんか学校行く最中とかに やるんですよねそうなんですよ。ちっと二足方向二足方向が共通点 <laughs> <laughs> はい全然共通点ないやん <laughs> でもよかった本当にでも若いですけどっていうかもうまたね和田ちゃんねインタビューある時に人に,にやけながら入ったでしょ <laughs> ということでって笑いながら <laughs> <う>でまたあのどの選手にも言うイケメンですねから入るっていうはい なんかもう誰のこと本当にイケメンって思ってるかもわからないです。でもイケメンな人にはイケメンですねって、はっきりちゃんとお伝えしようと思って。私は、ここで言うのもなんですけど、はい、ほんまに好きやってる人にはあんまりイケメンですねって言われへんっていう。<laughs> <laughs> あ、じゃあ、高橋祐二選手は、<laughs> はい。 かっこいいけどタイプじゃないみたいな。そうですね。一般、世間的にはめちゃくちゃイケメンだし、はい、自分も見てかっこいいと思うけど、あの、タイプではなく、はい。<laughs> 怒られますよ、ファンの人たいいそう、いい意味でですよ。はい。私がなんか、調子乗ってるわけじゃなくて、<laughs> うんうん、そうなんです。好みのタイプが自分の中であるんですよ。まあ、共通点、二足高校の高橋選手。はい。そこから話広がりました広がって、あの、ちょっと特技も聞いてきましたから、聞いてください。 卵を片手で割れるっていう割れますよ料理しないですけどね <laughs> それってずっと昔からですかいやすき焼き行った時にかっこつけたくてかっこつけたくて片手で <laughs> しかも片手で割るでって言わずに、はい、こうさりげなくさりげなく <laughs> し目の前で割る <laughs> まあそこ、うん、それはもう計算そ,うそれをチームメートに見せておお前片手で悪いはんっていうのを <laughs> 待ってる <laughs> いやい,いいですいいですさりげにやるところがさりげなくやるのがなんかダンスあの、ムーンウォーク得意とかムーンウォークとかは、はい、高校の時結構やってましたね廊下と上靴が一番いいコンンディションなんですよ <laughs> <laughs> あの学校のわ、はい、かりますちょっと滑る感じのグリップも効いて、はい、上靴の上靴素晴らしいですマジでね上靴すごい滑りますもんねの、はいはい、時に結構やってましたね じゃあ今のこの状態は無理っす、ね。コンディション悪すぎっす。<laughs> カーペットとスリッパダメダメです。全然ダメです。縛っとスパイクはどう？ダメ,ですダメです。ダメ,ですダメ。引っかかっちゃいますか。滑りますか。<laughs> 全然ムーンじゃない。ええー、そっか。ほんなもう学校と学校の廊下と上靴の時っていう最高のコンディションの時だけ。あと雨雨の日の高島屋出た時ぐらいの。 道え、雨の日の高島屋出た時の廊下の道廊下っていうか、外の道ちょっと濡れたどこの高島屋ですか京都の京都のあ、あのあ、そうですあのちょうどカドッコの所そこら辺めっちゃコンディションいいです雨の日はいちょっと私何話してんじゃろ、俺これやってみよう雨の日のあの、京都の高島屋っていうか、もうあのなんですかなんとか通り市場通りとかあの 屋根がついてるところ、はい、これ雨、雨で濡れると。ちょっとつるつる。ちょっと滑るから。危ないんですけど。コンディションがめっちゃい,いいです、ね。ムーンウォークに対しては何。<laughs> 何話してんの、これ。いります。<laughs> いや、いります。だから、ピッチの上で、ムーンウォークを見ることはできない。ない、ない、ない。ピッチの上で、後ろに進むこと、ないですから。俺前しか見てないですから <laughs> そ。そうですよね。後ろも見ないといけない。です 伝さんで、<laughs> そうです、はい、そうそうですよね。はい、<laughs> いやねもうなんか今ねこの話の雰囲気聞いててねまあ高校生活とかもうイケイケでモテたんやろうなとかいう話をしてたんですよ。そう高橋秀治選手がね、うん、本当に、ね、いやだって本当にあのだって学校の廊下とあの上靴の あの、具合が、ちょうど一番ムーンウォークにいららしゃって。<laughs> そこがロそ<う>はぁ、あ。で、またムーンウォークってまた文化祭とかでしたのかないや、絶対してた。女子の前でこうして。うん。いやーってなったんですかね。で、ほんでなんかね、多分チェックのね、制服ですうしたズボンチェックでしょ。<laughs> ほんで上、あの、学校の指定じゃない、なんかセーター、カーディガン着てるでしょ多分で、ブレザーブレザー着て。はい。ほんで、なんかこう、マフラー巻いて、こう、口まで隠して。サッカーとかちょっと髪なびかせて。なびかせて。<laughs> モテたでしょうね。<laughs> モテたやろなぁ。ほんまにあの漫画本に出てくる、ね、主人公みたいなね。いますもんね、学校に一人そういう人って。はい、それなのに、もう気さくで喋りやすい。田舎育ちで。はい。えー、ムーンウォークはでもそうか、パフォーマンスでやっぱ芝の上は難しいんですね。スパイクやし。スパイクやから。滑るもんがキュッキュッキュッと引っかかりますもんね。だから言ったんですよ。もし、今後得点決めた時は、ムーンウォークやってほしいなって言ったけど、言った。 けど、あの、やっぱ芝との状態やから、言って、どっかで、まあ、廊下があればありますって言って、<laughs> 言ってくれたんですけど。いつかジャムにお招きしてこ、この辺、この辺り一体で、どこかでやっていただきたいですね。はい、ね、やってほしい。どっかあるでしょ、会社なら。あと、卵の片手割り。そんなんも男前しかできへんやそう。ほんで、俺割れんねんって言わへんらしくって。なんかさりげに割って、 お前すごいやんって言われるのが嬉しいっていうのをはっきり言ってくれるところはまた嬉しいです、ね、確かにね。なんか裏がない。ない。<で>全部出してくれる。で,できる料理はええー、目玉焼き。<laughs> <laughs> 得意は目玉焼き。振り幅狭って言うね <laughs>。<laughs> いやー、ちょっとなんかいけてないとこないっすね、もう。いや、なんかね、そう。いけてないところは、<あ>でも聞いてきたんです。だどっかあるやろうと思って言ってくださいって言って聞いてきたんで、聞いてください。え、なんか、ないんですか こかっこよくないよっていう一面いや、いっぱいありますそんなあるんですかいっぱいありますなんかこのまま年取っていってもおっさん臭とかしなさそうなするっすよ絶対彼臭とかもかっこよくないような気がするどんくさい一面とかあるんですかしょっちゅうっす言い間違えとかあ言葉のは結構最近やったら膝の調子がちょっとよくなかって浅いって 膝の調子どうやトレーナーさん言われて「はい、グッジョブです」みたいな <laughs> とか「<laughs> 何グッジョブで?」って言われて <laughs> とかなんか「か今日の練習何した?」みたいな「はい、なんかアジーティーのサーキット」って言いたかったんやけど、はい、なんかアジーティーのカーニバルみたいな「<laughs> 何やねんカーニバル」みたいな感じはありましたいやでもなんか流行りそうです いいや、ですだってサーキットってなるとなんか練習やっていう感じでしんどい感じやけどカーニバルって言われたらなんか楽しい感じもするしいやいや、ね、アホちゃうって言われるっすよ絶対いやいい,いいと思いますなんかそういうなんて言うんですかアホな一面も気が抜けて余計入りやすい <laughs> いやほんまちょっとねどんくさいのはちょっと認めます 和田ちゃん共通点あったらしいですね。この会話の中で。はい。<laughs> あの、あのー、その場では笑ってごまかしたんですけど、私あの、グッジョブの意味が全然わからないん <laughs> <laughs> そもそも和田ちゃんもグッジョブ何から入ってたらしくて <laughs>、うん。で、どうしようだから、とりあえず笑ってごまかせと思っても。<laughs> その辺の感性似てるかもしれないですね。<laughs> はい。私ほんま似てます。だってあの、イヤホンもずっと市川くんに、あの、耳本がさ、って言ってたら、<laughs> <laughs> イヤホンやろとか言って、めっちゃ言ってしまう。言葉間違い。アジリティのカーニバル <laughs> はい、カーニバル。楽しそう。<laughs> しんどくなさそう。<laughs> なんかでも、チーム内でも、ムードメーカーなんですかねそうなると。多分めっちゃ愛されてると思います。 可愛らしいですもんね。これ23歳でしょ、<う>まだ。はい。先輩もいるでしょうから。で、多分、ファンの人にも、すごい、なんて言うんですかね、もう選手ですよっていう感じじゃなくって、はい。友達みたいな、こう、なんていう、あの、接しやすい感じで喋ってそうな気がしました。うん、はあ。ほんまに。 完璧人間ですな。ねえ。ほ、うん、どんくさいところも可愛いですよね。ね結果ね。はい。まあプレーもね、もちろんディフェンダーとしてね、活躍されてますけれども。うん、はい。まあ選手としてね、ここから京都ン業を引っ張ってもらって、J1 に開けてもらわないといけないわけですからね。はい、そうですよ。まただって、ちょうど京都が、まあディフェンス面に今課題抱えてるわけですから。はい。ディフェンダーの力が必要なわけですよ。そう。 そこでっていうことですよ。うん、トゥーリオ選手も期待はしたいですけど、やっぱ年齢もありますから、フルシーズン戦うっていうのはもしかしたら難しいかもしれませんから。だからなんかやっぱトゥーリオ選手の、そのいい部分を、はい。すべてこう吸収して、戦いたいって言ってました。はいうんうん 日本で百八180センチオーバーのディフェンダーってやっぱ高身長のディフェンダーになってきますから、はい、いわゆるトゥーリオ選手と同じような枠組みとして、高身長ディフェンダーとしてね、はい、学ぶところを本当にどんどん吸収していただきたいですけどね。うん。大丈夫。絶対。いきます <laughs> いける。どっから来る自信かようわからないですけど。グッジョブグッジョブ。意味はえわ、ー、からない。<laughs> よくできましたで、ね、いいです、今。はい。<laughs> で、来週は、今度は。あ、そっか、まだです。 最後に。あ、もう一本あるんですね。そうそうそう。あ,<ら>あの、プライベートのね。はい。目標プライベートの目標。があるんですよ。それではどうぞ。では、今年、あの、プライベートの目標を何か一つお願いしていいですか。料理を。はい。作れる男になる。はい、あ,あ、いいですね。そうなんですよ。そのためにもうキッチンもきれいにして、はい、キッチン台も買って。あ、ええー 電子レンジも買ってちょっと本格的にややるんですかゆうキッチンをあ高いとこが片手で卵を割っる塩コショウ先生先生やってほしいほんまやまあいいですね新しく来た選手で長い竜ツナでいるんですけどあいつがめっちゃ料理できるんですよああ。でなんかインスタとかにあげたりして長いキッチンみたいなやかましいわってなっう。 頑張ってい U 字キッチンへ横取りしてください、はい、じゃあもうこれからはインスタは結構ほんとお料理もい,いやもう相当うまくなってからいや一からのスタートを全部あげてください最初目玉焼きだけとか <laughs> いやそれで全然いいです <laughs>、はい、あ最初は片手で卵割る動画からストーリーで、はい、分かりました楽しみにしてますはい任してくださいじゃあまたあのお料理上手になったら あの、食べさせてください。<laughs> いいっすよ。おにぎり、おにぎり。あ、<laughs> おにぎりやった。お、はい、っきいやつ。はい。はい。<laughs> お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。どんな料理作りたいかは、 聞きたかった <laughs> おにぎりは料理でいいんですか <laughs> いいんですかねそう、なんか、あの、腕が上がったら、あの、食べさせてくださいって言ったら、おにぎりって言って。もうだって唯一割れる卵も使わんことになってますからね、おにぎりあったら。でも、私の気持ちすごい分かってくれてる。私、おにぎり大好きなんです <laughs> 乗っかってましたもんね。大きいやつ。<laughs> 大きいやつ。もう顔隠れるぐらいのおにぎりをこう、頬張りたい。これでまた料理もうまくなるんですかそう。<laughs> 有事キッチンやるって,って。でもうやっぱモテたいんですかご本人も。いや、違いますモテたいっていうわけじゃなく、なんかもう、こう、体の中から湧きてるものとモテ要素。全てがこう、イケメンの方向に行ってしまうんですね、もう。はいだっても優しくないですかだって体重は私の方が重いのに、それぞれ、<laughs> あ、じゃあ、軽か,か,かったんです、この時は。 和田ちゃんの方が。そう。で、も身長とのバランス考えたら、トータル私の方がもう。<laughs> 密度ははい。や <laughs> のに、それぞれ人には、あの、ベストの体重があるからって言える。さらっと言える。ああ<ー>。笑ってごまかさない。っていうね。<は>みんな結構困るんですよ、そういう時でもその時って和田ちゃんがちょうど減量しきってる時期ですよね。<laughs> はい。次やったらびっくりするんじゃないですか。戻ってるから。え、今どうですか、体重は。え 大丈夫あの番組内では68.1まで落ちたっていうのは放送されてるんですけど。はい、よ。はい。戻んの早いよ <laughs> すっごい早いよ !70 は耐えてますか ?70? いやー、ちょっと超えてきてるよ <laughs> 高橋雄二を超えちゃうよ <laughs> やばいすごいテンポで巻きに来た。<laughs> いや、ほんまに早い。もう食べ物が美味しいんです。ね、もう我慢した分余計ね。う 本当に早い。だから戻った時また次お会いして言ってもらいましょう。あの人には人のベスト体重がある。ありい言って。はい。で、おにぎりいただこう。ねじゃあまた料理上手くなった話もね、いつか今週の終わりぐらいかな。はい。聞けたらいいですね。はい。